はいどうも、メイヘロおじさんです。昨日ね、夜中遅くのライブ配信ありがとうございました。30人くらい来ていただきましたね。はい、すいません。寝坊でございます、おじさんが。はい。あとは、そうですね。ニュース1本。で、就活に広がる親格ということですね。親が参戦ということは当たり前ですかねというようなところで、時事通信社が、やっておりますと。で、最近その、売り手市場ということもあって、内定辞退する学生さん結構増えてるんだというところなんですね。で、あと、言うたら中小企業とかやったら、親が、その会社知らんから、どうなんみたいな感じになるというところで、言うたら、やんわり親がどう思ってるかっていうのを学生さんに聞いて、で、親からの、承諾もらうというような形にしてるそうでございます。より、そういう意味では、親も安心して、入社決めてもろってというようなところなのかなというふうに言われております。で、なんていうんですかね、はい。なんかそういう感じになってきてるということで、ちょっと過保護なんじゃねえかという話も、若干あると。というところなんですけども、少子高齢化であるということと、あとは売り手市場だっていうところが被ってるんだろうなというところだと思うんですね。で、いろいろほにほにゃと書いてあるんですけども、大学側もね、それを良しとしているような感じで、青学とかもなんかそのやってるよとか、東北大もなんか親向けの就活講座もやってるよみたいな、なんかそういう感じで広がってきてるというところなんですね。で、言うと CM バンバン売ってるような大手はいいけども、例えば B2B の会社とか、急成長企業とかは、親からの、認識っていうのはなかなか得られにくいですよね、というようなところなんで、それはそうするケースもわからんでもないんですけども、中学受験、高校受験まではええとしましょうやと。大学受験もかな。お金出してもらってるので、そこまではええとしましょうやと。けど、就活って、自分でやっていくもんっていうのが、おじさんはそう思うんですけど、もちろんその反対とかいろいろありますよ。はい。やし、言うたらこういうところいいんじゃないのっていうところって、得てして大企業なわけですよ。やけど、今でもね、大企業の、採用倍率っていうのが 0.34 倍だそうでございます。ので、その親が言っている会社に果たして入れるかどうか問題もあるんですよ、というところなんで、で、その言ってる会社が、果たしていい会社かどうかっていうのはようわからんと。おじさんが就職した時って2007から2009にかけてなんですけども、電機メーカー絶頂の時だったんですけども、その時に人気企業って言ったら大体大手の電機メーカーだったわけでございますね。男性も女性も、文系も理系も。やけど、今ふとパッと開けてみたら、電機メーカーボロボロでございますというところであったりとか、相変わらず変わらないのは総合商社は相変わらず昔から変わらないんですけども、言うたら入れ替わりが、結構激しい時代になっておりますというところですね。楽天だって、当時ちょっと知れてたぐらいで、今ほど就職ランキングに食い込んでくることなかったんで、はい。だからそういう意味で、長い目で見たら、順位なんか変わるし、業界構造もゴロンと変わる可能性があると。で、電機メーカーとか今リストラクチャリング進めてるから、親が、一昔前の親がいいと言われてた会社が、必ずしもいいとも限らんというのが、就職でございますと。で、それを、ある程度見越した上で就活できんのかな？僕はあんまできなかったような気がするんですけども、でもある程度その、言ったら、納得するじゃないですか。自分一人で決めたら納得すると思うんですけども、そう、就職先まで親に言われて決めたみたいな感じでやるのはちょっとダサいなというのが、僕の感覚なんですけど、僕はおじさん臭いかもしれないですね。はい。僕は大学受験の時の文系理系の選択の時に、理系じゃないとね、お前大学に出さんって言われてたんですよ、親に。で、僕自身が、日本史と、言うと国語。原告が得意でございまして、原告が得意でございまして、で、今、立命館に、結局、センター、試験利用みたいな感じで入ったんですけども、高3のセンター試験間近に分転してますからね。
理系の成績も悪いし、そんなワンランク下の大学に行くんであれば、もうちゃんと名前の知れたところに行った方がいいし、自分はもともとそっちがやりたかったし、というところなんですけども、いえ、だから余分な勉強してるなと、余分な勉強ではなかったのかもしれないですけども、ちゃんとその、絞っておけばもっといい大学に行けたんじゃないかっていうのは、未だに思いますし、まあ、たまたま受かったから、ね、自分の行きたい大学の一つには受かったからええけども、いや、もっと勉強してたら早稲田行けたんじゃねえのとか、なんかいろいろありますから、はい。まあでも、行けたところでね、関東と馴染まなかったと思うんですけども、まあだからそういうところ、があるんで、だどっかのタイミングで親離れって多分必要だと思うんですよね。はい。まあ男性と女性でまたちょっと違うかもしれないですけども、その発想は。で、まあ今言った発言もおじさん的には古い発想かもしれないですしね。だからそういうところで言うと、自分が納得してちゃんとうんうん悩んで決めた方が、後先なんていうんですかね、後悔しないとは思うんですけれども、まあ会社としても超大手の場合はそれはお前自分で決めろやっていう話なんですけども、中堅どころでやったら、そのやっぱりふわふわしてると思うんですよ。ふわふわしてるっていうのは、じゃあ先々、ちゃんとやっていけるのかっていうのも、まあ大手に比べたらさ、自信満々で言えないですし、まあ、今、そういうところを受かる人っていうのは、まあ、得てして、いくつも内定もらってる状態でございますから、そういうところで、やっぱりまあ、言うたら周りを囲うという意味でね、やる。まあ、これがだから、雇用状況が大きく変われば、多分こんなことしないと思うんですよ。いやいや、お前ら勝手に決めて勝手に来いやっていう、まあ、従来型の、偉そうな感じになると思うんですけども、でもしばらくここ何年かはね、そんなことないと思うんですよ。人が足らないんで。で、まあ、おじさん大学院の、OB 会に行ったんですけども、まあ、特に飲食に関しても、マジで人が足らんから、あの手この手でやってるでっていうような話もあるぐらいなんで、多分仕事を選ばなければ、全然仕事あるんすよ、というようなところ。まあ、ただ低賃金で、うん、言うたら、まあ、昇進が見込めないとか、そういうのはあるかもしれませんけども、職を、言うたら得ることっていうのは、そんなに難しくないような状態になってると思ってるんで、そんな中、多分この親格の流れっていうのはしばらく続くんじゃねえかなとは思ってますけども、おじさん的には、ちょっとどうなのとは思うような内容でございます。はい、以上でございます。